どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、お盆休みパチンコ屋行くやつへというテーマで話していこうと思います。はい、というわけで今日はパチンコトークでございます。はい、まあテーマにしたいのがお盆休みパチ屋へ行くやつへということでございます。はい、まあ当チャンネルではですね、ゴールデンウィーク休み、お盆休み、そして年末年始、この3つに関しては、継承の動画を上げております。はい、まあパチンコ依存症というのはですね、やっぱり休みイコールパチンコ、休みイコールスロットという思考で生きております。はい、まあ残念ながらね、私もその例外ではないんですけども、まあそんな私からのね、ぜひアドバイスとして聞いていただければと思いますけども、お盆休みは勝てません。はい、まあ私クラスになるとね、あのお盆とか関係なく勝てません万年負けてるから、まあ正直関係ないっちゃないですけど、まあ一般的にね、一般の人が打つ上で絶対に避けるべきところがお盆、ゴールデンウィーク、年末年始でございます。はい、まあ今回で言うとお盆ですね。はい、なんでかと言いますと、パチ屋っていうのは、稼ぎ時がございます。はい、でパチ屋にとっての稼ぎ時は、皆さんがお休みの時ですね。はい、でなんで休みの時が稼ぎ時かと言いますと、まあ言う、まあもうお分かりだと思いますけど、暇だからですよね。で暇でやることないね。じゃあ最近だとね、まあテレビ、なんだ、DVD も見ねえな。まあ何、ネットフリックスだなんだかんだり暇つぶしでスマホ使ったりなんだかんだっていう中での、やっぱりね、未だに根強い人気あるのがパチンコパチスローでございますね。はい、でそんなパチンコパチスローが打てる暇な時っていうのが、要は大型連休ですよね。世間でいう大型連休、まあまあお盆とかそういうことですよ。うん、というわけでそんな時に、もう要はパチンコやつのは客に来てほしくてしょうがないわけだ。来てくれれば来てくれるだけ基本的に儲かる仕組みだから、うん、だからチラシ入れたりホームページでなんかやったりとかつって集客をするんだけども、そんなことしなくても来る時期というのがあります。それがお盆なんですね。はい、客が勝手に暇でやってくるというね、もう本当にカモネギですよ、カモネギ。そんなシチュエーションが許されるのが、許される、そんなシチュエーションになってしまうのがこの大型連休の時なんです。ね、でそんな状況において、あなたがねパチンコ屋だったら出しますかっていう話なんですよ。出す理由が見当たらないわけですよね。はい、なぜなら客は呼んでなくても来るぐらいだからね。呼んでなくても来るシチュエーションにおいてね、で普段は来ないわけだから、そういうお客さんからどうしたいかって言ったらぶっ殺きたいわけです。これがパチ屋の心理。うん、まあ一昔前であれば間違いなく、今言った大型連休、日本三大大型連休だよね、は回収だったんだけど、最近はね、実はそうでもなかったりもする。うん、要はね、あえてそういう大型連休で中に出してアピールするような店の話も聞きます。はい、だそういう店があるのは実は事実なんですよ。うん、ただもう安心してもらいたいのは、あなたの行くホールはそうじゃないです。9割5分、少なく見積もってね、少なく見積もって9割5分のホールはお盆中回収ですから。うん、その5分、いやーでもこれも甘めに見て5分だけどね、5分の店があなたの近くにあればどうぞ行ってくださいですよ。その確率は相当に低いからね、相当に低いってことを考えた時に、もうお盆は回収で覚えときゃ間違いないのよ。うん、もう例えばね、あのグランドオープンとかそういうのが近くでありますっていう人は、あ、ぜひ行ったらいいじゃないと。グランドオープンでぶっこ抜く店もでもあるけどね、あるけども、ないとは言えないけども、まあまあチャンスではあるからね。でも大抵の人は回収されるわけで、行ったら負け。それだけですよ、行ったら負け。ましてやね、あのスマパチ、まあ、スマスロの方はね、あのまあ北斗頼みの匂いもするけど、まあ順調ですよ、比較的ね、なんだかんだで。うん、やっぱり 6.5 号機とかまでにはできなかったゲーム性も作れるし、爆発力もあるし、うん、やっぱその辺の安定感があるから、スマスローの方の稼働は安泰。ただし、スマパチですよ、スマパチ。問題児。これが、正直全然稼働良くないじゃないですか。
まあ理由は明快で、別にスマパチじゃなくてもパチンコは爆発力あるからだよね。現行の弾出るような普通のパチンコでも、要はピー機でも、普通に爆発力も兼ね備えてるし、出玉が満足するしっていう意味で、わざわざスマパチを打つ理由がないんだよね。スマスロに関してはありますよ。うん、ゲーム性とかの幅の問題もそうだし、出玉感的にもやっぱりスマスロの方が上。まあ、6.5 と出玉感で言うと変わんねえのかな。ただ、多様なゲーム性って意味ではもうスマスロの方が圧倒的にアドバンテージがあるから。それに対してスマパチは、アドバンテージを活かしきれてないというか、まあ、世の中に求められてない。ってなった場合ね、要はスマスロ、あ、スマスロじゃない、スマパチっていうのは、えらい金かかってる、無駄な投資になっちゃってるわけよ。そうそう。だから、スマスロ代はスマスロ稼働してくれれば稼げるけど、スマパチ代は誰が稼いでくれんの？って話になってくるわけよ。言うまでもなくスマパチを打たないお客さんから回収しなくちゃいけないわけで、っていう条件もあります。はい。なんで、スマパチがもうちょっと稼働良ければ、ね、まあ、だからつって、お盆とかね、ゴールデンウィーク出すもんじゃないけども、今の悪条件っていう意味では、やっぱりスマパチがこけてるっていうことだね。うん。にもかかわらず、当然、ね、高いから、めちゃくちゃ導入費用は。その辺の回収も今回のお盆はかかってくるんじゃないかな。まあ、お盆、年末年始も多分かかってくると思う。スマパチは、その頃までに規制緩和勝ち取って、なんとかなるかっていうと、まあでも、多分ユーザーに求められてないんだよな。現行のもうスペックで十分なんだよね、パチンコって多分。うん。っていうこと考えると、やっぱりね、その大型連休でスマパチ入ってるようなホールはスマパチ代躍起になって回収しますよ。俺だったら回収するもん。やばいやばいっつって、全然客だねえじゃねえかバカ野郎っつって、じゃあちょっとお盆でね、呼んでもないお客さんいっぱい来てくれるからちょっといただきやーすっていう感じですよ。すいません、皆さんからいただきます、ありがとうございます。まあで、当然ね、今後スマパチ入れなくちゃいけない、今入れてなくても今後入れたりとか、まあ、スマスロもね、当然充実していかなくちゃいけないっていう意味では、やっぱりホールはもういくらでも金が欲しいシチュエーションですよ。っていう中で、やっぱりお盆に出す可能性っつうのは、まあ、ほんと100に1つ。100に1つもねえな。1000に1つぐらいじゃないですか。さっき言った五分理論が合ってればね、五分理論が。9割5分の方、ホールは回収ですから。はい。これをちょっと肝に銘じて、ぜひ行かないでおいてもらったらなと。思います。はい。ね、こういう警鐘動画上げながら、私はゴールデンウィークに関しては、死ぬほど負けましたね。負けました。はい。もう本当にアホらしい。アホらしいよ、ほんと。カモネギだよ、だってホールからしたら。お盆とかゴールデンウィーク行くやつはね。もう本当に行かないのが一番いい。家で引きこもってなさい。あ、まあ別にどっか出かけるのもいいと思うけどね。出かけるとか、それこそ里帰りするもよし。とにかくパチ屋に行かないっていうことを心がけて過ごすことが、一番平穏に過ごせますので、はい。私自身もね、今回のお盆は行かないぞと思ってますけども、ちょっとどうなるかは、非常に怪しいと言わざるを得ません。はい。こういう依存症になっては皆さんいけませんよ。はい。そんな感じで、今日はね、お盆にパチ屋行くやつへというテーマでのお話でございました。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、この度喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。